始まる新感覚体験。今日はですね、じゃん、ライズフォースのキットを頼んでみたので、ちょっと使ってみたいと思います。日焼け止めまでついたセットでした。ちょっとね、塗っていこうと思います。今顔洗ったすっぴんなんですけど、ディープモイスチャーローションを使ってみたいと思います。使用量の目安が一つ一つ書いてあるので、して気持ちいい感じ。なんかすごく出にくいぞ。合ってる？わかるかな？結構これ結構潤い系。うん。しっとり系ですね。あ、いい。なんかきつい香りもなくって、トゥンってする感じで、私は好きだ。手に塗り重ねるのって3分待った方がいいとか聞いたことがあるんだけど。どうなんですかね。なんかこう混ざんないように3分待った方がいいみたいな説。どんどんしっとりしてきた。なんか塗った時よりどんどんしっとりしてきた。ほら、手が吸い付く。すごい。どんどん吸い、なんかどんどん吸い付く系。次はね、これライスフォースディープモイスチャーエッセンス薬用保湿美容液。白いね、感じ。目の下が気になるから伸ばしていこうかな。どうだ。あ、すごい潤う。これなんかもう化粧水だけでいいんじゃないかってくらい。とにかく化粧水が優秀だ。次、お待ちかねホワイトニングクリアエッセンスいってみようと思います。私結構ジグロ、肌がね、もともと白い方じゃないから、美白っていう言葉への憧れが多分人一倍強いんだよね。だから美白って書いてると、まあ結構すぐ買っちゃうかもしれない。私はここにシミがあって気になるから、美白できればいいな。塗ってみようと思う。どうだ。なんかもう潤いがね、層になってる。そう、重なってる。次ね、守るディープモイスチュアクリーム、やや大きめの小豆粒で、あ、結構取っちゃった。こういう感じのクリーム塗ってみるね。じゃあリフトアップしたいよね、気になるから。なんかここね、ずっとこの赤いプチっていうのができてね、治んないんだよね。これ何なんだろう。なんかずっとプチってしてる。あ、どう？どうかな？なんかツヤツヤツヤ。これは結構いいかもしれないな。結構いいと思う。よけれ髪ボサボサで申し訳ないんだけど、良さそうですね。今日はライスフォースを使ってみました。ライスフォース、なんか名前は知ってたんだけど、買ってみたのは実は初めてで、トライアルから入ってみたんだけど、結構良さそう。でも化粧品って何回も使ってみないとわからないから、ちょっと何日か使ってみてレビューしますね。初めて使った感じはピリピリした感じもないし、赤みとかも出てないから、多分肌には合ってるっていうか、多分トラブルは出ないと思うんだけど、私トラブル出る時ってもう塗った瞬間からピリピリしちゃうから、多分大丈夫だと思うんですけど、何日か使ってみてレビューしたいと思います。ではこのまますっぴんで終わりますが、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画を楽しんでくださった方は、高評価ボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。